こんにちは、ニュージーランド在住のセイです。今日はオーバーロードというイベントに向かっています。これはアニメ、ゲーム、漫画などのいわゆるオタク文化のイベントですね。ニュージーランドでも日本のオタク文化は徐々に浸透しつつあって、年々イベントの規模も大きくなっています。私自身オタク文化が大好きで、アニメとかゲームとかいろいろやってるので、今回のイベントは本当に楽しみですね。今向かっているオーバーロードというイベントは今まで行ったことがないんですが、毎年規模も拡大しているそうで、アニメの資料の展示などされているそうです。あとは今年はイタシャの展示もあるというふうに聞いています。なので今回そのイベントの取材をしてみたいと思います。はい、イベント会場に到着しました。ここはオークランドフェリーターミナルの隣にあるクラウドというイベントセンターです。思ったより大きな会場ですね。ではこれから中に入ってみたいと思います。こちらはカンコレのイタシャンですね。で今入場料を払って、入場券代わりのリストバンドをもらいました。これで中に入れます。こちらは同人ブースですね。オークランドの街並みが綺麗で気に入ってるそうです。
ひ作品の方も見てみたいと思います。私の感想としては、やはり日本に比べればまだまだ小さなイベントではあるんですが、この小さな国ニュージーランドにしてはなかなか大きな規模のイベントだなと感じました。もうオタク限定の小さなジャンルでありながら、これだけ大きなイベントをオークランドシティ中心部で行っている、このことに結構驚きましたね。年々イベントの規模も大きくなっているそうなので、今後どのように成長していくか楽しみです。ニュージーランドにはもう一つアルマゲドンエキスポという大きなオタクイベントがあります。そちらはもう任天堂とかソニーとかマイクロソフトなどの大手ゲームメーカーも参加して大きなブースを出展するイベントです。趣としては東京ゲームショーに近い感じでしょうか。そちらは10月の下旬にイベントが開催される予定なので、タイミングが合えばそちらも取材してみたいと思います。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。面白かったよって方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。